やっていきまーす。意外とうまそうでしょ。今日はですね、ちょっと時間ができたんで VR チャットの皆さんのおすすめサーバーをちょっと巡ってみようかなという回でございます。まずはすごく有名なサーバーがあるらしいんで、なぎさというね、はい、まずそこに行ってみたいと思います。なんだこれ。おお。BGM ボリューム、はい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 。なんか今声したな。あ、はじめまして。あ、はい、こんばんは。すいません、トトシに来ました。どうも。前もいたよね。どうも。あ、そうです、そうです。そうだね。なんか、ここがお話エリアなの？はいはい。これって。あ、そうです。なんか、5分ごとにどんどん変わっていくんですよ。5分ごとに変わるんだ。なるほどね。じゃあ、せっかくなんでちょっと雑談をしてから、さようならにしましょうか。いつも VR チャットで何してるんですか？いつも横でなんかゴロゴロしてますね。え、友達結構いるの？そうです、そうです。あ、いっぱいいますよ。週何ぐらいでインしてんの？いや、でも最近マジで毎日。あ、もう住人なわけだね。じゃあまた後でさ、ちょっとお話ししたいから入ってきてよ。おすすめのワールドをここで聞いて行ってみるっていう企画なのよ。あ、そうなんですね。そう、楽しそうでいいですね。はい。ああ、もうこんなポン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 変わって、わあ、なんかいるし。こんにちは。よスタンミーと言います。あれ、もしかしてあの、かの有名なスタンミーさんですか？かの有名なんですかね。最近あの VR チャットでちょっと動画を出させていただきました。自分も3日ぐらい前に初めて。あ、そうなんですね。なんか面白いワールドに行ってみたりした？自分、コミュ障すぎて、うん。藤山ってとこに行ったんですけど、うん、誰とも喋れずに帰ってきました。1対1の方がやりやすさあるよね。なんかさ、あの輪が出来上がってるよね、はいはいはい、もうね。そうなんすよ。そこにさ、こう輪が出来上がってるところにさ、横にちょっとポツンと立ってるのもさ、ちょっと恥ずくない？いや、そうなんすよ。めっちゃわかるわ。あ、そうなんすよ、マジで。なんなんそれ。なんかあれじゃない、広告とかでもさ、人の目を見たりするとさ、はいはいはい、興味が湧くっていうじゃん、はいはい、不愛想ですらない、もう顔がないアバター使ってるから話しかけられないんじゃないの？表情が出るなんかアバターがさあったらさ。あっ、ないっすね。なんかいいのあるっすか？そう、アバター変えてみた方が。なんか今変えられんのこれって。あ、来た。あーいいね。これ気候主な、気候主だな。怖いな。いや、そっちの方が絶対話しかけられるよ。それにしよう、しばらく。これにしますか、しばらく。うん。なんか他のワールド行ってないの？もうその雑談ワールドだけ？あ、一個あるっすよ。え、あんの？何？無限に車を洗うワールドなんですけど。え、待って、行きたい行きたい行きたい。お、行けたかな。来た！多分行きました。これか。はい、来ました。で、これを？無限に、こういうのがあるんで、これ持って、はいはい、お前さ、コミュ障すぎない？お前、はいはいはい、これここ初めて3日でここで一人で洗車してんのは。一人でワールド探ししてたんすよ、これで。やばいって、このワールド。何このワールド。しかも洗車できてる、これ。ファミリーばっかでないんで、これ、うん、こんにちは。こんにちは、どうも。え、サメさん、どうも。もしかして有名な、いやご存知ない？サミさんは。俺ね、そう、A 型の人はね、そうそう。無心でできるね。配信向きじゃないかもしれない。いや、全然ね、いいんだよ。まあまあまあ、もう君たちの好きを教えてもらうから、本当に。もう一つの作業をしながら雑談するっていうのも味だよね。いや、そうなんですよね。うん。VR チャット民って鏡大好きだから、うん。はい。これなんですけど、鏡を見るために、高圧洗浄機で綺麗にしないと見れないんですね。OK。 あ、ほんとだ。え、すげえ、すごい。これは汚ねでしょ。汚いね。ね、で、これをこれを、すごいんだけど。感動なんだけど。すっごいでしょ。お疲
れ様です。こんばんは。お疲れ様です。パッション高めのどうもどうも。俺スタさんのおかげで VR ちょっと始めましたよ。あ、俺のおかげなんだ。俺の動画見てやってくれてんの。あ、そうですよ。初めて。そうか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 。もう3日で男の子が好きになっちゃいました。いいね、才能があるな。僕もVR チャットやってたら、スタミさんの影響で VR チャット始めたっていうフレンドがいまして、うん、あ、そうなんだ。結構ね、最近嬉しいことだよね。藤山とかしてたら、あ、今来ました、今来ました。あ、後ろのね、このネギタンクさん。あ、どうも、はい、ネギタンク、はじめまして。どうも、はじめまして。はじめまして。清掃カワウソなんだ。ちょっと待ってね、カワウソ感じる。ちょっと汚れてるから綺麗にするよ。ああ、ありがとう。ちょっとね、やっぱりね、獣臭いんで。ありがとう、ありがとう。ああ、来たね、すごい。ベタベタしなくなったよ。千と千尋のワンシーンの、ちょっと、やたらしていただきますよ。めちゃめちゃ。ありがとうございます。お返しだ。お返しできるんだ、すげえ。じゃあ、お返しもう一回やって。お返し。すげえ。すげえ。いや、それでは、また、バイバイ。はい、頑張ってください。はい、じゃあねー。バイバーイ。バイバーイ。あ、オッケーオッケーオッケー、来た来た来た、来ました。はじめまして。スタンミと言います。え、本物ですか？今配信してます。え、やっとスタンないで、待って待って。もうそれ以上奥はいけないぜ。怖がらなくていいんだよ。どうもこんにちは、スタミっています。はじめまして。ハイタッチ、ハイタッチ。あの本物ですか？あ、そうです。今配信してます。イエー、かわいい、かわいいね。わー、あー、かわいい。おすすめのワールド、これ一人一人聞いてるんですけど、なぎさでニコニコさんなんかおすすめのワールドとかあったら一緒に行きたいなと思ってて。じゃあここかな。お、なんだここは。カフェだ。ね、生リードカフェですね。へえ、行ってみましょう。どうぞどうぞ。はい。なんか雰囲気いいね。俺今座っちゃってるからちょっと座高があれだけど。チルなとこだ。チルカフェですね。ちょっとカフェを堪能しましょうかね。まあまあまあ、じゃあこれで。ありがとうね、かわいい。かわいい、はい、受け取りますよ。はい、ありがとう。いただきます。これとパフェです。そうだな。どうやって食べればいいんだろう。これね、食べれないね。食べれないんだ。よいしょ。ちょっと全然座れてねえな。はい、乾杯。乾杯でーす。乾杯。乾杯でーす。はい、ありがとうございます。教えていただいて、いいワールドを教えていただきました、皆さん。こういうチルな場所もある。雨が降ってんのがいいね。てか、なんか落ち着くね。そうなんです。すごく落ち着くワールドになっております。はいはい、バーテンさんがいてさ、こうやってみんなのお話をさばいたりもする役にも徹してれるしね。ありがとうございます。じゃあまた渚へ私は帰ります。ありがとうございました、ニコニコさん、教えていただいて。ああ、いやいや、もう全然ありがとうございます。はい、毎回場所が変わる。こんにちは、スタンミと言います。何歳ですか？僕29歳になります。僕14歳です。マジで14歳？はい、14歳です。え、まさかその名前って本名？本名です、これ。橋本隆って言います。橋本隆、お前今からインターネット教えてやるよ。本名でやんな。オッケーす、オッケーす。本名でやる。本名でやると後悔すると。14歳にして気をつけろ。え、ちょっと名前つけてください。じゃあ、橋本隆。橋本隆。じゃあ、はい、カッシーだな。隆のカッシーを取りました。オッケー、オッケー。うん、カッシー君として今後活動してください。お前ロールプレイヤーか？ 14 歳でロールしてんのか？はい、ロールしてます。やめとけ。え？やめた方がいいっすか？うん、やめといた方がいい。なんでですか？わかるだろ？お前が一番知ってるやつなんだよ。なんでやめた方がいいか。
気づいてないふりしてるだけだよお前。あ、僕はそれが大好きです僕。あ、その感じが、その危うい感じが大好きなんだ、はい、14歳からロールする時代なんだ、すげえわ。すごいっすよね。ああ、すごいと思うっす自分のこと。来ました。はじめまして、はじめまして、はじめまして、ポムさん、スタンミンって言います。よろしくお願いいたします。スタンミンさん、なるほど、お願いします、はい、お願いします。今僕配信をしていまして、はい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 、あのここの渚で会った皆さんにおすすめのワールドを聞いていて、ちょっとポムさんのおすすめ聞かせてもらいたいなっていう。ちょうどいいの、私が初心者の頃にあの今もお世話になってるフレンドの方からおすすめしてもらったところがあります。あー、じゃあもう引き継いで引き継いで、おほー、はい、行ってみましょうか。コメントがさ、ここに出る、え、お、なんだここ、ルアネオンシティっていうところですね、はい、このアバターなんですけれども、これがルアちゃんって方なんですよ、まず、はい、はい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 、顔のところをタップすると、まあ、このトグルメニューって書いてあるんで、ここの左側の方にいろいろ出るんですよ。出るね。ブルームってとこと上にあるコンスタントってやつをもう最大にしてください、もうバカみたいに。わかった。うわぁ、すげぇ、もう今すげぇわ。ここでまああれっていう感じで、まあこんな感じのワールドで、まあ結構ネオン系で昔からあるところで。そうなんだ。オキラス単体の方でもここ入れるワールドなんですよ。あ、そうなんだ。パソコンなくても入れるの、ここ。オキラスからパソコンないんですよって人にも、あ、じゃあいいワールドありますよみたいな感じで、こうセールスマンみたいに。おすすめできるんだ。連れてったりしてるんで。ほら、来てるもんね、ヒロさんも。なるほどね。じゃあちょっと回ってみようかな。いい感じです。ですです。どうぞどうぞ、お好きなように。もう。ちょっと冒険、なんだここ。私もよく月1でここにいるので。ピンクキティ。結構楽しみますね。おー、すげえ。ダンスもできますか、ね、あ、ほんとだ、踊ってるほら、なんかほら。てか、広いね、めっちゃ。てか、こうやってさ、NPC が歩いてるの、マジで味があるね。最初来た時に普通に挨拶しましたもん、これ。これさ、最近発売された Google だっけ Apple だっけ、70万ぐらいするさ VR のあの機械が、そう、あれ成功したらさ、こういう世界に人が入り乱れるのが全然あり得る未来だな。俺は今さ、この VR ゴーグルをつけてることをちょっと半忘れそうだもん。この没入感が高すぎて、完成度が高すぎて。そうなんですよね。とした時にこう入ってってなって、復帰してってなったら、まず一番最初にここに来て。まずここね。この心を作るんだね。VR の心を作ってね。俺は VR チャットに入っているぞみたいな感じにして。そうそうそう。そこで確認するわけだね。フレンドさんのとこに行ったりとか。ですね。ありがとうございます。めっちゃいいところ紹介していただきました。これ配信サイトとかって、どこですかね。ツイッチっていう配信サイトでやってます。 YouTube にもあるんで、スタンミで調べてもらえれば。 YouTube にもある。え、はい、待って、スタンミ、え、スタさんですか。そうだよ。え、アリリアめっちゃ使ってます。押すとにしては遅いだろ、スタンミです。アリリアめっちゃ使ってますってことは結構前から知ってんな。いやいやいや、そんなそんなそんな、ありがとうございます。全然ですよ、もう。いえいえ、これからもご活躍、お体に気をつけて。はーい、またねー。ではでは。はい、というわけで、引き続き聞いていきたいと思います。インタビューの方ね、続けていきたいんですけれども、いなくね、人。ここ一人なんだけど、寂しい。あ、来た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 。スイさん、スタンミって言います。え？スタンミさんって配信の？はい、今配信してます。配信されてる方っすね。あ、はい。あ、了解です。スイさんのなんかおすすめのワールドだったりあったらちょっと紹介していただいて、あのドクターストレンジしていただきたいんですけど。ライブっぽい感じで酔っちゃうかもしれないです。大丈夫ですか？いいですよ。しました、どうぞ。はい、じゃあ行かせていただきます。想像のちょっと先へ。なんかエモタイトルなんだけど、何これ。は、なんだ、これは何のワールド？体験してもらえた方が早い。はい。ここの鍵に、うん、インタラクトできないです。触ってみてもらって。あ、触れたよ。あ、
なんだ、ちょっとずれてみよう。なんだ、ショーか。ああ、よかったら360度全然見渡せるんで行っていただいて。わあ、結構全体的に変化しますんで。へえ、そうなの、すげえ、ショーだ。わあ、待って、本当にせ、なんか本当に未来を感じるというか可能性しか感じないこの世界に。俺はなんで流行んなかったんだ、知られてないだけな気がする。お、お、やばないっすか、すごいね、飛んでるっすよ。テーマは生命だね。うわ、うわー、待ってー、待ってー、待ってくれ、すごすぎる、すごすぎる、待ってー、怖い、ちょっと怖い、だったらすぐ外してくださいね、 VR。
うえ。あいつ世界観壊してるな。すっごい以上っすね。これはすごい体験をした俺今。よかったっす。うーわ。ガチエモじゃないですか。もうこれは。ありがとうございました、スイさん。めっちゃいいもの見れました。いやいや。じゃあちょっとここにいる皆さんで集合写真を撮って終わりにしますか。はい、皆さん。ありがとうございました。はい、チーズ。パシャ。パシャパシャパシャーチーズー、ありがとうございました皆さん。またねー、バイバイ。またねー、はい、じゃあねー。